こんにちは。こんにちは。世界で働く女性のためのポータルサイト、世界ウーマン事務局のシューサトコとファウンダーの藤村ローズです。今回はカナダ在住コラムニストの矢寺愛さんにお話を伺っていきたいと思います。愛さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のテーマはですね、バンクーバーの雨の季節なんですけれども、愛さん、10月から3月ぐらいまでね、バンクーバーはレインクーバーと呼ばれるほど毎日雨だそうなんですけれども、はい、雨って一日中降ってるものなんですか？そうですね、降ったり止んだりの時もありますけれども、うん、基本的にこうどんよりとした、うん、天気が続いてます。灰色の空、オランダもねそんな感じなんですけどあ、そうなんですね。でもね、こんなに降り続くことはないかなと思って、やっぱりねレインクーバーと言われるだけあるんだなって思いましたね、うん、はい、このコラム読みながら。そうなんですね。雨の種類としてはね、結構その強めの雨だったりとか、例えば朝方すごい多いとか、よくアジアではありがちなんですけれども、バンクーバーの雨っていうのはどんな感じなんでしょう？ほとんどこう強く降るってことはなくて、しとしとと降り続く感じですね。まあ小雨なので、あまりこう強い風が吹いたりとか、そういったこう、ゲリラ豪雨とか、そういうイメージは全くないですね。はい、はい。穏やかな感じの雨なんですね。穏やかな感じの、はい。なので、傘ささずに歩いてる方がほとんどですね。あ、出た。傘ささないで歩く人たち。そうそうです。なんですか、その、濡れても平気なぐらいの雨っていうこと？それは。いや、でも割と濡れてますけどね、皆さん。でも、こう、フードをかぶってっていう感じの軽装で歩いてらっしゃる方も多いですし。愛さんも、もう刺さないんですか、傘？いや、私は刺しますね、やっぱり。刺しますよね。刺します。はい。便利な道具があるのにね、なぜ使わないみたいな。不思議ですよね。なんで刺さないんだろうと思いますけど。はい。はい。じゃあ、今回ね、コラムの中でちょっと気になったワードがあったんですけれども、それが、はい、季節性うつっていうね、言葉だったんですよね。はい、その長期間ね雨の季節が続くということで、結構気分が落ち込んでしまったりとか、そういったところになるのかと、思うんですけれども、ちょっとそこをね深掘りしていきたいと思います。はい。じゃあ季節性うつとはということで、こちら1984年に精神科医のローゼンタールらにより季節うつ病として初めて報告されました。秋から冬にかけてうつ症状が現れ、春先の3月頃になると良くなるというパターンを繰り返す周期性があるのが特徴となっています。病気の発症時期としましては、季節性があるというのがポイントだそうです。期間限定ってことよね、つまり。そうですね、実はね、私もこれ経験があるんですよ。あれ、ローズさんも？オランダもね、やっぱり似たような気候で、日照時間がすごく短くなるんですね、秋冬になると。なんか気がつけば、なんか気分がどんよりしてて、私の場合はもういても立っていられないような、もう日本に帰りたくてしょうがなくなっちゃったんですね。そうなんだ。そう。で、ホームシックみたいな？なんでしょうね。でも、わかります。わかります。わかります。自分日本に帰りたくなります、本当に。そう。で、もう周りの人にこの学期が終わったら帰るからねって言ってたんですよ、らしいんです。でも3月ぐらい、 春になってきたらもう気分が明るくなってきて、もう本人はそんなことすっかり忘れてですね。次の楽器の話をしてたら、あれ、引っ越すって言ってなかったって言われて、あ、そういうこと言ってたね、でも今も全然平気みたいな。だったんだ。そうなんだ。やっぱりじゃあ結構本当来るんですね。愛さんもそんな感じです？そうですね、もう雨が続くと、もうまず家から出るのが億劫になるじゃないですか。なんかね、家のドアになんか鉛でもついてるような、家の中は暖かくて快適じゃないですか。でもね、外が雨が降ってるとか寒いとか思うとね、どうしても、引きこもっちゃいたくなる感じ。そう、日本でも多分多少あると思うんですけど、それプラス極端に短い日照時間が多分影響してると思うんですよね。そうですね。
そうなんですね。というわけでね、ちゃんと対策を打っていかないといけないと思うんです。そうね、うん、はい。まあ、じゃあこちらコラムの中にもね、愛さん書いてくださっていましたけれども、その対策について、はいはい、こちらおさらいをしていきたいと思います。はい、気分を上げるおすすめの方法、コラムの中でもね、うん、ご紹介していただいた文をご紹介したいと思います。はい、その1、体を動かす、うん、少しの時間でも外出する。そうですね、もうまず雨が降ってると外に出たくないっていう方多いと思うんですけど、もう自ら外に出ることを心がけないといけないと思いまして、うんうん、私はジムに行くようにしています。もう家で YouTube 見ながら運動ももちろんできるんですけれども、まず外に出るってことが大事かなと思って、で外に出て体を動かして気分を上げていってますね。うん、とにかくね、なんかもう出てみることが大事らしいですね。靴を履いて出るともう5分とかでもいいんですよ。で、一旦出てみると意外と気分が良くて、ちょっと周り歩くかなってね、そんな気分があって、うん、うん、なんかメリハリもつきそうですもんね。なんかそのリズムっていうか。そうですね。はい。その2、たまの晴れ間を思う存分満喫する。うん、はい、貴重な太陽だ。貴重な太陽が出た時はもうここぞというばかりにもうハイキング出かけたりとか、公園の、まあ、今でしたら紅葉とかを楽しみながら美味しい空気をたっぷり吸うっていうのが大事ですね。うん、大事ですね。はい、ちなみに晴れ間が出る頻度はどのぐらいなんです？まあ、毎日のように天気予報見るんですけど、まあ、見事に1週間全部雨だったりするんですよ。うん、でもたまに、まあ、1週間 1日2日晴れる時もあるので、うん、その時は光合成みたいな感じですか。光合成みたいな、そうですね。太陽の光を浴びるっていうのがやっぱり大事ですね。なるほど、ね、はい。そしてその3、ビタミン D のサプリメントを服用する。愛、うん、さんも服用されてます？あ、いや、実は私まだやったことはないんですけど、うん、でもこの時期になると薬局に行くとビタミン D のサプリメントが目立つ場所に置いてあるんですね。やっぱり皆さん、ね、うん、取られる方が多いみたいですね。結構フレーバーがあったりしません？え、フレーバーなんてあるの？そうなんですか？味が、うん、前はね、なんか子供用のだとシロップがあって、前はオレンジ味で、今飲んでるのはヨーグルト味ですね。本当ですか？はい、ちょっともうちょっといろいろと研究してみます。きっとね、カナダも充実してると思うんで、あると思う。そうですね、はい、そうなんだ。錠剤だけじゃないんですね。シロップだったりとか、そうそう、いろんなものがあるんだ。はい、子供からお年寄りまでみんな、うんうん、その時期は取った方がいいらしいですよ。うんうん、なるほどね。そしてその4、おしゃれなカフェで勉強や読書。まあ、バンクーバーにはおしゃれなカフェたくさんあるので、この時期に家でできる勉強とか読書をあえてカフェでするっていうのもおすすめだったりしますね。やっぱり人がいるとね、うん、なんかで同じようなことをしてる人がいるとこう寂しくないと言いますか。そうですね。気分も変わりますよね。確かに活気がありそうだもんね、はい、人がたくさんいるといるし。はい、そうですね。バンクーバーではホットチョコレートとかおすすめですね。ああ、いいですね。美味しそう。ね、あったまりそう。はい、そしてその後、はい、屋内でも楽しめるアクティビティや趣味を見つける。うん、どうですか、はい、愛さんはどんなことされてるんですか？あ、私はもうもっぱらハープの練習に専念するっていうことを、はい、毎日日々しています。はい、ハーピストでもある愛さん、うん、ね、すごく素敵ですよね、音色が、うん、そう、ご近所さんもね、そう、聞き耳をね、はい、澄ましているに違いないと思いますけども、うん、今、うん、この時期になるとクリスマスシーズンなので、うん、クリスマスの曲を今練習し始めたところですね。ああ、いいですね。例えばどんな曲ですか？うん、ちょうど雨もしっとしとと降り続いてるので、しっとりとした曲が多いんですけど、うん、サイレントナイトだったりとか、うん、戦場のクリスマスだ、メリークリスマスだったりとか、うん、はい、ララ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 なんか雨の音とハープって合いそうですよね。
そうなんですよね。雨のこうしとしとした雨にはちょうど合うかなって感じですね。こう音色が。なんかそういう楽しみがねあると本当なんかちょっと心が弾むというか、そんな雨の日でも楽しく過ごせるかななんていうふうに、はい、思います。ね、そこでね、はい、今回上がってませんでしたけども、オンラインイベントに参加するというなるほど、おすすめ方法、過ごし方もおすすめしたいと思いますね。やっぱり ね、なかなか、まあ、出るのが一番ですけれども、出れなくてもこうやって、オンラインで交流しておしゃべりするとかなり気分が変わってくるので、ぜひぜひ活用されるかといいかと思います。世界ウーマンの方でも交流会やってますので、はい、お待ちしております。はい、今回はここまでになります。最後までご覧いただきありがとうございました。もしこのビデオが良かったら、いいねやチャンネル登録もお願いいたします。今回は2021年11月2日公開のレインクーバー、秋冬の憂鬱な気分を上げるおすすめの方法とはというコラムについてお話ししてきました。こちらのコラムですね、概要欄のリンクからお読みいただけますので、ぜひチェックしてみてください。それでは次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。